続きまして、本日の午後3時56分、ゼネラルリソースのアルデア・カルロス・ナシメント常務が急性心不全のため亡くなりました。75歳でした。ナシメント常務はここ数年にわたって数回の心臓移植を受けていたそうです。つい最近も同社が開発した人工心臓を自らの希望で移植していたとのこと。死因もどうやら人工心臓のネットワークに接続されていた自動制御プログラムが何らかの原因で暴走したことによるものとみられ、関係者の間でも大きな波紋を呼んでいます。事故のほかにテロの可能性も含め、同社では大規模な調査が現在も行われています。繰り返しお伝えします。たった今入った情報によりますと、ストリーミングデータ Warning Message cannot be saved。 今君が見ているこの録画メッセージはゼネラルの上司として伝えるものではない。あくまでも個人的なものだ。これを見て君が何を判断するのかは君次第だ。私はユーピオから君を誘ったことを今でも誇りに思っている。君のこれまでの働きには本当に驚かされた。それは私の予想をはるかに超えたものだった。君はこの世界で唯一私を消すことができる可能性を持ったパイロットだろう。だからこそ私は君が敵となる前にこのメッセージを伝えるわけだ。話は極めてシンプルだ。私と私に賛同する者たちはあと数日後に決起し、この世界に革命による変革を示す。この決起に賛同するメンバーにはゼネラル、ニューコム、ユーピオから選抜されたエースが揃っている。その誰もが次の世界を自らの手で切り開こうと志す頼もしい若き力だ。君もこの世界を見渡してみるといい。巨大な富の上でダミンを貪り続けるゼネラル、そのおこぼれで生き残ろうと必死なユーピオ、科学という名の欲で新たな富をつかもうとするニューコム、奴らの握る経済力という権力を前にして戦いを放棄した政治や司法といった前時代のルールども、そしていつの時代でも人間は欲のためにしか生きる術を学べない愚かな生き物でしかないのか。どんな人間でも夢が希望となり理想が現実として叶うと欲が生まれる。その欲を目の前にしたら夢などは捨てられた猫のように同情と慈悲から来る自己満足でしかない。しかしこの人間が全ての欲を捨てることのできる唯一の手段を私だけが知っている。そう、本当の私にはすでに肉体など存在していない。今君が見ている私の姿はかつて私自身のデータが構築された頃の記録を再現しているだけなのだ。君もサブリメーションという言葉を知っているだろう。人間の精神や心、魂といった物理的な存在ではない情報だけを抽出し、電子によるネットワーク上で生命として起動させる技術だ。そしてこの技術によって肉体を捨てて生まれ変わった今の私には確かに欲がない。あるのはこの世界を食い潰そうとしている人類どもに私と同じ処置を施そうという革命への意志だけである。だからこそ私は私の革命によってまだ誰も成し得なかった新世界を築く自信がある。私を信じてほしい。そして君にもこの来たるべき我々の時代に参加してほしいと心から願っている。すでに世界は我々の手の内にある。君からの喜ぶべき回答を待っている。それでは次は今という名の未来で会おう。 End of file. Connection terminated. Connection cannot be restored. なあ、ナシメントの件どっかおかしくないか。ここ最近まるで誰かが俺たちとニューコムをどうにかして
全面戦争に持って行きたがっているとしか思えない。まったく誰が何のためにこんなことを。どう考えたってこんな偶然が何度も続くなんておかしいんじゃないか。なあ、そう思うだろう。もちろん俺たちがいくらそんなことを言っても、ただの戦闘機乗りには世界が変えられるってわけでもないだろうけどな。ああ、そうだ。今回の任務は久しぶりにディジョンも揃って登場だ。だから、いろいろあるけど、まあ、楽しくやろうぜ。ペトロル沿岸で、ニューコムのものと思われる潜水艦の動きが活発になっているとの報告が入った。その行動データから見て、沿岸付近に補給用のドックがあると推定される。おそらくはフィヨルド地形を利用し巧みに隠蔽されているに違いない。この基地を探し出し殲滅することが今回の任務である。先ほどの返事、答えを考えておけよ。ディジョン、何わけのわからないこと言ってんだ。いいから戦闘に集中しろ。すぐにヒヨルドだ。
die. の答えをここで聞かせてもらう。いいか、よく聞いてくれ。これより私はこの戦線から一気に離脱する。もしも私を信じるのならこのまま後についてこい。なんだとふざけるな。貴様本気でおかしいんじゃないか。敵前逃亡だぞ。いいのか、もし離脱するならこの俺が貴様を落とすぞ。キース、すまない。だが、私は自分が進むべき道を行く。ここでお前とのチームは解散だ。昔は楽しかった。じゃあな。行くぞ。ミサイル。ディジョンのやつ、ふざけやがって。着艦するぞ。ランディング。ニューコムの補給ドックの破壊に成功。艦隊の戦力を相当量削ることができた。しかし、ディジョンの行動については詳細不明である。クソ、クソ。やっぱり俺の予感が当たっちまった。それにしてもディジョンのやつ、これからどこへ行くって言うんだ。まさかニューコムにでも転職する気じゃねえだろうな。チーム解散とか抜かしやがって。こっちはな、とっくの昔にそう思ってたってな、相棒。クソ、クソ、何が起こってんだ。誰か教えてくれ。
モヤモヤしてしょうがねえ。